カーソルとは生成 AI を標準搭載した VS コードベースのコードエディターなのだ。例えばチャット GPT やクロード、ジェミニなどの AI を使ってプログラミングすることを考えてみよう。これらの AI とやり取りするときはこんな感じでエディターにコードを書きながらブラウザで開いている AI に質問をするという流れが多いよね。でもこうやってエディターとブラウザを行ったり来たりするのはちょっと面倒だなと思ったことはないかな。そこで登場するのがカーソルなのだ。カーソルはチャット GPT やクロード、ジェミニなどの AI が内蔵されているエディターで、 AI を使ってコードの編集やエラーの解決、ターミナルの操作、コードのタブ保管などができるツールなのだ。またカーソルは VS コードをフォークして作られているから、使い方や操作感とかも VS コードに非常に似ているのだ。だから普段から VS コードを使っている人はほとんど違和感なくカーソルを使い始めることができるのだ。それじゃ実際にカーソルを使ってみよう。カーソルを使うためには公式サイトのダウンロードボタンをクリックしてファイルをダウンロードするのだ。ダウンロードできたらファイルを開いてカーソルをインストールするのだ。アプリを開くと初期設定の画面が表示されるから順番に答えていくのだ。最後にサインアップボタンをクリックしてアカウントを作成するのだ。ログインできたらこんな感じでカーソルのメイン画面が表示されるのだ。これでセットアップは完了なのだ。それじゃ早速カーソルの世界に入ってみよう。まずはチャット機能について解説するのだ。チャット機能とはその名の通り AI とチャット形式でやり取りできる機能なのだ。この機能には3つのモードがあって、単純に質問をするときに便利なアスクモード、自走力が強くコードを一気に書いてくれるエージェントモード、そしてこれら2つをいいとこ取りしたようなエディットモードがあるのだ。実際に使ってみよう。まずコマンドプラス L というショートカットキーを押してチャットパネルを開くのだ。ここにブラウザで動く簡単なテトリスを作ってくださいと入力してその下のモードを選択するのだ。そしてエンターキーを押すとそのモードに応じて AI が即座にコードを生成してくれるのだ。アスクモードなら主にコードブロックを使ってコードを教えてくれるし、エージェントモードならまるで君の代理人のようにファイルの作成やターミナルの操作を提案してくれるのだ。そしてエディットモードを選ぶと正確かつ明確にコードを生成してくれるのだ。具体的な違いについてはこの表を参照してほしいのだ。それじゃコードを確認してアクセプトオールボタンを押そう。するとコードが適用されてテトリスが出来上がるのだ。次はインラインチャット機能について解説するのだ。まずカーソルでファイルを開いてコマンドプラス K というショートカットキーを押すのだ。するとプロンプトバーと呼ばれるチャットパネルが表示されるのだ。ここにこのリストをテーブル形式に変えてくださいと入力するのだ。エンターキーを押すとこんな感じでコードの差分が表示されるのだ。アクセプトボタンを押してコードを保存するのだ。するともともとこんな感じだった UI がテーブル形式で表示されるのだ。最後にコード保管機能について解説するのだ。コード保管とは簡単に言うとコードを書いているときに AI がその続きを予測してくれる機能なのだ。例えばコンスト1と入力するとこんな感じで灰色の文字が薄く表示されるのだ。これは AI が考えた1という文字に続く可能性が高いコードなのだ。このコードで問題なければタブキーを押すのだ。すると自動でコードが入力されるのだ。このようにタブキーを使えばタイピングの手間をかなり減らすことができるのだ。ということで以上がカーソルについての解説なのだ。
カーソルを使えば AI の機能を最大限に利用してどんどんプログラムが書けることが分かったね。これで解説は終わりなのだ。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。